昨日行われた MGC マラソングランドチャンピオンシップ男子で3位になったのが大迫傑選手。前回のマラソングランドチャンピオンシップも同じく3位、それも2位と5秒差、今回も同じく2位と5秒差。2位まではオリンピック自動内定、3位はまあ保留みたいな形で来年の東京マラソン、東京マラソン、福岡、今年の福岡国際マラソン、来年の大阪マラソン、東京マラソン3大会で設定契約である2時間5分50秒を切った選手が現れたら大迫選手の代表はなくなる。それを切る選手が現れなければ大迫選手が代表内定という、また前回と同じ難しい立場に置かれてしまった大迫選手。前回はその3位の立場でもう一度チャレンジして自分が設定記録を破って代表を勝ち取るというかっこいい男らしいパターンをしないになりましたが、今回はどうなるでしょうか。前回は4年前でまだ27、8と若かった大迫選手ですが、今回は31か2で迎えるわけで、その後半年ぐらいのスパンで本番のオリンピックがあるわけです。前回そのパターンで東京オリンピック6位入賞という結果を出しましたが、東京オリンピックは次の年に21年になってますので、1年半ぐらいの調整期間があったわけです。もし20年に行われてたらどうなっていたか分かりません。そこら辺を考えて大迫選手は街で待って、その誰も日本記録を、その設定記録を破ることがないことを祈って待つのか、自分から再び設定記録を破りに行くのか、誰かその2時間5分50秒を破れる他の選手はいるのか、まあ微妙なところですね。五分五分ですね。破る選手が現れるか現れないかは、まあ、日本記録保持者の鈴木健吾選手が超万全な状態で東京マラソンを迎えれば2時間5分50秒は切れるでしょうし、あの世界選手権もう少しで入賞だった山下一貴選手も2時間5分51秒というタイムをベストを持ってますので、来年の東京あたりにもう一度調整合わせていけば破る可能性はあります。五分五分だと思います。さあどうする大迫傑、自分から掴みに行くのか待つのか、決断やいかに。